それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4321ゴー。やばいぜ。流れるようにスムーズだ。スーコンで育てる。ガリガリに攻めているわけでもない。スーコンの君はなぜかこんなもんじゃないはずだ。ドキドキするぜ。初めて一人乗務した時みたいな高揚感。五感の全てを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んで全然当たらない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が先行。差は開いてないぞ。スタートからポジションが変わらずだ。相手のドライバーはドラトクよりも戦略で勝つタイプだ。現存しない車を持ち出してきたことは想定外だ。旧五線形だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだ。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだ、関西最速ガンキラーって聞いてたのか。こんなもんなのか。期待して過ごした。なんかつまんねえ。なんださっさとぶち抜いて終わらせる。俺何を言ってるんだ。乗っ取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろう。だったら誰が運転したっていいじゃないか。違う、そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消しだ。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。ロブヒコ君は考え違いをしているよ。命を懸けるってこういうことなんだ。だろう。こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、むちゃくちゃだけど早い。おっと、この下品でブチ切れてバカっ早な走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年会えば。だったったー、冒険の前に出てるぜ。いけよノブヒコ。呼吸の底力見せてやれ。武蔵小杉を通過、五線が先行。さすがだぜ信彦。このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかもだぜ。どうに、くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けどこのポジション五線の挙動は満点だ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんてただ事じゃないぞ。本当に
大丈夫だろう。わかんねえよ、そんなもん。藤原次第だ。さっき心配ないって言ったじゃん。東横線は全長25キロと比較的短い路線だ。先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いないが、後半の戦況は藤原なら十分なチャンスはある。圭介の言うとおり、俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうかだ。信彦が取った。関西最速のダウンヒラー、阪急伊勢を完全に抑えてる。まさか。ことなのか。まもなく4番線の信彦が前だ。本当だ。通過いたします。よし、いいぞ、抑えてる。いけー。下がりください。なんだ、信彦じゃない。これはどういうことなんだ。聞くのを過ぎた。ゴールまでわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからないと。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん。僕の頼みを聞いてくれたら、願い事を一つ叶えてあげるよ。ついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にルーズなツッコミをするのが気になってた。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってた。そうじゃない、あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方が良い。しかしレールと車輪が鉄道し、ある程度の重量感が粘着。ブレーキングではフロントに荷重を移動し粘着力を稼ぐ。上り勾配ではフロントに荷重を寄せきれず粘着力を損失。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車だ。つまり東急五線系は上り勾配の突っ込みに弱いってことか。無助士のアドバイスもそういうことか。あるか。何か。チャンスは薄らく、ここしかない。願い事を叶えてあげる。違うな。そいつは自分で掴み取るものだ。ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2線の走りを見せてもらうぜ。うわ、結
どうだった信彦、関西エリア最速って言われてるダウンヒラーと互角にやり合った感想は。互角といえば互角になるのかな。無我夢中であまり覚えてないんだ。なんか含みのある言い方だな。そういやいつの間に9000に戻ったんだ。藤原もびっくりしてたぞ。いろいろあってな。ともかくたっぷり見せてもらえたおかげで俺なりに分かったことがある。あの2000に勝つ方法は一つしかない。